久保さん、まあ、基準がみんな低いっすよね。なんか頑張りましたとか努力しましたの基準がなんか低いなとは思うんですよね。だからその、なんか基準が何だろうな。なんか 100m 走走らないといけないのに1ンチ歩きました。頑張りましたみたいなね。いや全然いかないよみたいな。100m 走の記録を上げるんだったら 100m の。 ターンをね、100回やるとかね、わかんないですけど、なんかね、多分ね、うん、僕がじゃあ、あのね、久保さんが言う、その十手取り14万でも10年、20年我慢して働けるのになんでできないのかっていうのは、これ多分ね、これなんでしょうやったらもらえるっていうのがわからないからできないですよね、多分ね。だからそれは、 働けば給料もらえる。働けば給料もらえるっていう世界で生きてるので、これをやったらもらえるのかなっていう、その不安に勝てないんですよね。多分。うん。まあ他にも要因はあると思うんですけど、多分そこなんですよ。これだけやったら、じゃあこのね、りょう、久保さんがりょうの話してくれましたけど、この量をやったら100万円稼げるよ。絶対保証されてますって言ったら多分できるんですよ。これやったらね。これやったらこういう、こうなって、まあ給料 100, 100万もらえるよと。 多分、できます。うん。でも、それが、なんだろうな。うん。なんだ、うん。なんか、あの、ネットビジネスの場合って、な何すかね。その、なんか、危険を伴う仕事でもないじゃないですか。なんか、その、な何すかね。例えば、その、量で言うならば、 土方でね、そのコンクリートをね、コンクリートのなんか、これを、こういうのをね、10キロをね、じゃあ、じゃあ、これをやったら、例えば、これをやったら、100万円あげるって言われたとしても、例えば、その10キロか20キロの銅をね、こう持って、これを1000回やれと。1000回やったら100万あげるよと。1000回できるみたいな。 いや、さすがにちょっと体力がみたいなね、30キロとか40キロの動画をね、こう、行ったり来たりするっていうね、すいません、5キロをね。いや、それは、まあ、もらえるのは分かってるけど、物理的にちょっとできない部分あるじゃないですか。でも、これの思考版なんですよね。で、ネットビジネスってそんな体力いらないんですよ。だけど、頭のね、このね、それと同等ぐらいの,の、なんか頭のその回転というかね、うわーっていろんな分かんないことを勉強したりとかするので、 で、それが耐えられないってことですね。要は、結局。うん。だから、それはね、今まで勉強してこなかったから、頭を動かしてこなかったからっていうだけで、そこはしんどいんですよ。ねその、ね、汗水垂らしてっていうところを、の脳に汗水垂らして,してやるというか、脳を使っていかないといけないので、今までは、まあ、会社で働いて給料をもらうっていうのは、会社が決めたもの、会社が作った商品、会社が作ったレールでやってたんですよ。でも、自分で稼ぐっていうのは、 なんだろうな全部自分でやっていかないといけないんで、そこは頭を動,動かしたことがないんですよね。で動かしたことがないから,だから、持ったことがないような重たい荷物を持つってことなんですよ。だからそこに耐えられない。でも耐えられるんですよ。その物理的なその、なんだろうな。うーん、なんですかね。そこはトレーニングすればいけるんで、うん、うん、できないことはないですよね。 ただまあそれもトレーニングか。でもトレーニングしないとできないですね。うん。でもなんだろうな、その、頭を動かせるんですよね、やろうと思えば。その体力的な部分は、やっぱうーん、まあトレーニングで何度かリカバリーはできるんだけど、なんかね、僕のイメージとしては、まあ体力的には、例えば1000キロのバーベルを人間は持ち上げられるのかっていうと、1000キロは持ち上げられないですよ。1000キロ持ち上げられます。 多分オリンピック選手でも1000キロのバーベルは持ち上げられないですよ。だけど、相対性理論は作れるんですよ。申しますね。人間は1000キロのバーベルを持ち上げられないけども、人間は相対性理論を作、あの、なんか、世に出せるっていうね。こ、これがわかります。このなんか、うん、だから脳、脳は無限なんですよね。そう、なんだろうな。まあ、江戸時代ね、絶対作れないようなものを今作れてるわけじゃないですか、人間っていうのは。 でも、江戸時代も今の現代の人間も1000キロのバーベルは昔も今も持ち上げられないですよ。でも昔作れないものを今作れるんですよね。だから脳っていうのはなんだろうな、トレーニング次第で無限なんですよね。でも体力っていうのは限界値があるんですよ。どんなにトレーニングしても多分1000キロのバーベルは無理だと思いますよ。1000キロは。1トンですよね。1トンを持ち上げる筋力を作れるかっていうと多分無理ですね。 多分無理でしょうね。1トンですよ。1000キロ1トンでしょ。多分無理でしょうね。いってらっしゃい。